どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの外貨決済手数料がねほぼかからないということでおすすめさせていただいているレボリュートカードなんですけども、本日はこちらのレボリュートカードでですね、メタルカード、金属製のカードがですねプランとして発表されましたので、こちらの詳細についてですね解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらのねレボリュートカードなんですけども、外貨決済手数料はねほぼかからないということで、まあ、マリオットポイントとかですねヒルトンポイント、外貨決済手数料をね伴うね支払いの場合はこちらでね決済した方がいいですよっていうのをねお勧めさせていただいておりまして、まあ、実際にですねマリオットポイントね購入した時のね比較動画なんかもね出させていただいたわけなんですけども、こちらはねレボリュートカードで金属製ですねメタルカードがですね発表されました。でですね、レボリュートカードにはですね会員で分かれておりまして、こちらはね今私が持っているのはこれがね無料会員で年会費もねかからない会員っていう風になっておりまして、これ以外にもですねプレミアム会員とメタル会員っていうので分かれておりまして、プレミアム会員がね月980円っていう風になっておりまして、このメタル会員っていうのはですね先日ね始まったサービスっていう風になっておりまして、月ね1980円もしくは年間19800円でね利用することができるっていった形になるんですよね。でこのメタル会員向けにですね、今回ねこのレボリュートカードが金属製のねカードで切り替わるっていった形になるんですよね。でこのメタル会員のね特典がこの金属製のカードだけっていうわけではなくてですね、それ以外にもですね常時ね 1% のキャッシュバックが受けれたりですね、またね海外の ATM でね引き出す際に月ね10万円まで手数料無料でね引き出すことができたり、優先カスタマーサポートが利用できたりですね、ワンタイムバーチャルカード、またねラウンジキーっていうねあのプライオリティパスみたいなねありますよね、あれがねこのレボリュートカードのメタル会員にはね付与されているっていう風になっておりまして、またねスマートディレイサービスということで、飛行機がですね1時間以上ね遅延した場合ですね、自分とですね友人3名までですね無料でね空港ラウンジに招待できるねパスが発行されるっていった形になるんですよね。またねカラー展開もねされておりまして、一般カードはですねこんな感じのね券面なんですけども、メタルカードになるとですねゴールド、ブラック、あとローズゴールド、ラベンダー、あとスペースグレーだったかな、まあ、こういった感じでですね色をね選ぶことができるっていった形になるんですよね。まあね、あの金属製でしかもねカラー展開がこんなにあるということで、まあ、私みたいにですねいろんなカードねあの保有してみたいっていう方からするとですねかなりねいいですよね。はい、ということで、まあ、月ね1980円もしくは年間19800円ねかかるカードっていう風になりますんで、まあ、これがねお得かどうかっていうね点で話をするとですね、まあ、今現在ね海外に行くのがね非常に難しいということで、まあ、元を取るのはですね正直ね難しいかなっていう感じなんですよね。で一応ね公式サイトの方にですね特典一覧の方にね書いてないんですけども、常時 1% 還元っていうねキャンペーンも行われるんですよね。でまたですね2022年の3月31日までですね 5% のキャッシュバックキャンペーンがね、まあ、上限付き5000円までっていう風になるわけなんですけども、こちらもね行われるっていう風になりますので、もしねこのレボリュートカードの金属製のカードね欲しい方はですね早めにね発行されるのがねいいかもしれないなっていうところですかね。でですねこのメタル会員がですね月々1980円もしくは年間19800円ね支払うっていうね、まあこの2択っていう話をね簡単にさせていただいたわけなんですけども、こちらですね規約の方をねよく読むとですね結構複雑になっていて、1枚目のメタルカードっていうのはこの月々1980円かかりますよね、この中にね全部入ってるわけなんですけども、2枚目以降ね欲しいみたいな感じになった場合は、6000円プラス発行手数料2000円かかるっていう風になりますんで、まあ2枚目欲しいっていう方はねなかなかいらっしゃらないと思うんですけども、まあこういった感じになってるんですよね。で注意していただきたいのは、申し込み後14日間以内にですねダウングレードした場合ですね、まあちょっとメタル会員になろうと思ったけど、あ、やっぱりやめようってなった時ですね、14日間以内にですねキャンセルした場合はですね基本的には全額ねお金返ってくる
らしいんですけども、こちらのメタルカードをですね発送された後だとですね、このメタルカードの発行手数料ですね、またね郵送料ですね、こちらの請求が来るっていった形になっておりますんで、この点をね覚えておいてください。でですね、申し込み後14日間以降10ヶ月以内にねダウングレードした場合ですね、こちらはですね月額プランと年間プランね分かれておりまして、月額プランの場合はですね翌月分の自動更新はですねキャンセルされるわけなんですけども、早期解約の解約手数料ということで2ヶ月分のね違約金が発生するっていった形になるんですよね。ですんで、まあ1ヶ月ね1980円かかりますんで、まあ2ヶ月分のね解約手数料みたいなのが10ヶ月以内にね解約するとかかるっていった形になるんですよね。で、年払いの場合はですね手数料無料で翌年以降ねキャンセルすることができるんですけども、返金はされないっていった形になるんですよね。またですね、10ヶ月以降にですねプランをダウングレードした場合ですね、月額プランの場合は手数料無料でですね翌月分の自動更新をねキャンセルすることができるっていった形になるんですけども、返金はされないっていう風になっておりまして、年間プランの場合はですね手数料無料でね翌月以降の自動更新キャンセルできるんですけども、返金はされないっていった形になってるんですよね。まあひとまずですね、この1900、まあこのレボリュートカードのですねこのプラン自体はですね、プレミアプランも、メタルプランもそうだと思うんですけども、下手にね解約してしまうと解約手数料みたいなのがねかかってくるっていった形になりますんで、まあここら辺ねよく検討してからですね発行ねしていただければなと思います。まあメタルカードということで、まあしかもねプリペイドカードなので、このレボリュートカードっていうのはプリペなんですけども、ちょっとね本当はプリペって携帯の料金とかね使えなかったりするんですけども、レボリュートカードってね使えたりするんで、結構ね利用しやすかったりするんですよね。またね aupay からもこのレボリュートカードねチャージすることができるということで、まあアメックスでもねこの aupay チャージすることができて、でレボリュートカードにチャージして利用する、またねそこから D 払いとかにもね使えたりもしますんで、まあいろんな使い方してる方ねいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ今回ですねメタルカードでねキャンペーンも行われますけども、よく考えてからですね発行ねするようにしていただければなと思います。ということで今回ですねレボリュートカードがメタル会員提供開始ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ私はねどうするのかという話ですけども、もうツイッターとかねコミュニティ欄とかで言っておりますけども、私ね発行させていただきました。まあせっかくね YouTube で発信させていただいておりますので、まあ映像にはなりますけども、見たい方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、また到着しましたらですね開封レビューとかもねしていきたいなと思いますので、そちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。レボルトカードのこの金属製のカードは 18g のステンレスのねカードっていう風になっておりますので、私ねこのアメックスプラチナのね金属製のカードをね保有しておりますけども、アメックスのねこの金属製のカードってそんなに金属製っぽい音はしないんですよね。まあ音聞いていただいてもそんなでもないと思うんですけども、まあ触った感じはね、まあ金属製だなっていう感じなんですけども、まあそんなに金属製っぽいね、感じがしないので、レボリュートカードのね、金属製のカードがどんな感じかっていうのはね、結構気になるところなんですよね。で、このレボリュートカードのね、メタルカード発行されたい方はですね、レボリュートカードのアプリですね、アップデートしていただくと、このメタルカードのね、申し込みね、出てくるっていう風になりますんで、まあこちらからね、申し込んでいただければなと思います。まあそんなに難しくないので、実際のね解説とかはしなくてもいいかなと思うんですけども、ねちょこちょこ押してるとね発行完了になっちゃうんで、この点だけね気をつけていただきたいなと思います。私もねどうしようかなと思ってポチポチしてたらですね、申し込みありがとうございましたみたいな感じに出ちゃったんで、まあ私は申し込むつもりだったんでね別にいいんですけども、まあちょっとねあ発行しちゃったみたいな感じになりましたので、まあこの点をね注意していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。